マカダミアナッツ、うん、ナッツもすごい入ってて美味しい。そう、明日、いや今日本当はやるつもりだったけどちょっと間に合わなかったから明日しますね、ちゃんとフィッシュの配信。今日投稿された動画をそうミッサーが昨日、ミッサーやばいよね、ミッサーやばいよね。ミッサーは今日シンポジで、うん、シンポジを知ったのが4日前とかなんですけど。そうだったの？え、そうだよ。いや、4日前？え、最近だよね。それは最近4日前とかにシンポジ覚えてくれませんかって言われて、ベイドさんにはお花お兄さんの予定ですけど、途中で最後にちょっと聞かなくなった。そうだから今日ね YouTube の動画編集を頑張っててできなかったです、ごめんなさい。あんだけ滑ってめっちゃ言ってたのにごめんなさい。うん、ずっと結構夜に一緒に配信事務所とかでしてたのもミスターがシンポジを覚えるために練習してて、まあ、私は暇だったんで だったんですけど、こう今日投稿された動画をクリスマスのために撮ったから今日あげれるためにミッサーがオール一夜オールで編集をしてくれてやばくね？やばくね？シンポジでさ劇場だけでも頭いっぱいいっぱいなのにさ、一日中夜寝ずに編集をしてくれた動画なんですよ。そうなんです。結局修正とかが出てきて、でも修正劇場公演で公演があって修正とかはできないんで吉田カレンさんがずっと修正をしていただいて、もう何回も修正をしてもあのスタッフに送って違うダメだって言ってきて何回も送っても繰り返して、カレンちゃんが今日は一日ミッサーが作った動画の修正をずっとしてくれて上がった動画があちらでございますので皆さんぜひ見てください。私は歌って動画にしてるだけです。でもね、ピープハイクちゃんありがとうございました。バクさんありがとう、そういうことなんです。クラギちゃん結婚して、あ、誕生日おめでとう。なのでみんなの思いが詰まった動画になってるのでぜひたくさん見てください。もうみんなが頑張ってくれたんで、みんな、うん、1人100回は見てほしいかな。そうだね、100回はまあ最低でも100回かなって感じだけど、うん、マクさんありがとう、ハート。そう、そんな頑張ったんだよ。そう、とにかくギリギリだったの、いろいろギリギリと申し訳ないよね。そう、もう今日バーってこれあげたんですけど、めっちゃね、やっぱああいう歌、あのアーティストさんも AKB じゃなくてさ、確認事とかも多いのに今日ね急に出して頑張ってよ、一緒に頑張ろう。私が、うん、明日までに終わらせなきゃいけない動画の担当なんですけど、かゆんちゃんがやってくれました。私は今日はねちょっとゆとりがあったの時間に劇場出なかったからね、もう劇場公演終わったので今日は私が一気に集ってくれそうなんですよ。無理しないように一緒に頑張ろうね。鏡越し。え、100回だけでいいの？あ、じゃあ1000回でお願いします。たくさんありがとう。こんばんは、うん、AKB 以外の曲をカバーは2回目だね今回で。歌ってみた、みんなで歌ってみたは初めてですね。うん、うん、って考えたら明日は夜の方がいいかもしれない。うん、ゆりさんありがとうございます。プレゼント、え、見てください。え、めっちゃ今日めっちゃ眠い、なんかでも、うん、眠いです。やっぱ
髪の毛切りに行くの。美味しい。やっぱハーゲハーゲンダッツめっちゃ久しぶりに食べた。うん、もしかしたら昼に昼しか取れなかったら昼やって。美味しいよ。一日明日休みなのね。また夜に一人で住む。顔に疲れが出てますか。やだ、今日はめっちゃすっぴんだしね。メイクしてないし、よりね、マカダミアナッツ味だよ。美味しかった。いや、寒いのにアイス。確かに寒い。あ、ハチシェフ楽しかった。嬉しい。こんな時間に、てかこんな時間にアイスだわ。キンプレシートってなんだ。ん、キンプレシートってなんだ。なにそれ。キンプレシートってなんだ。あれ、キンプレシート、キンプレシート。待って、なんだあれかな。こういうアイス久しぶりに食べた。やばい、美味しいね。あ、声が出ます。見えたよ。え、あの子？あの子だった？え、あの子だよね。みんなもぜひ食べてみて。え、あのさ、ま、左側にいた子、私から見て、違う子。違う。左側にいた？違う子の。今日はマリアちゃんの生誕祭だったもんね。見ましたか皆さん、マリアちゃんの。出演してらっしゃる短編映画、昨日夜見たんですけど、もうなんか感動しました。というかなんかさ、マリアちゃんだみたいな。なんで、すごかった。変な感覚でした。すごかった。なんか普通にさ、もういやまあそうなんだけど、 あの物語さ見えちゃって、あ、マリアちゃんだったんだみたいな。すごい女優、見えたよ。もう女優だった。嬉しかったよ。ね、すごかった。料理してたね。慣れてた。今日はね、私の母の方見てよ。みんなもぜひ YouTube で見れるよ。めちゃくちゃ動画だ。今年も今日出たかった劇場。また早くね、出れたらいいと思いますよ。あ、そうなん、静か公園か最後いつだっけ。結構出てない。この色なんだろうと思って、クリスマスから意識高いの。なんか見えたよ、よく見えた。喋り方がね、そう喋り方になってない。大丈夫かな。今日はたっぷり寝ようと思います。あ、溶けちゃうね。でもまずね、まだ全然。ハーゲンダッツは溶けにくいの。嬉しい。学業に支障がないっていうので。うん。うん。練習するときもウイルスキマウス使ってますよ、普通。あ、うん、美味しい。で、あ、負けた。MacBook Pro を、あの、使ってます。チョコクッキー美味しい。ハーゲンダッツの味ばっかり一番好き。でもさ、結構さ、なんか期間限定味みたいにいっぱい出るじゃん。美味しそうだよね。食べないんだけど、あんまり。なんかアイスクリーム、あれってあんま食べなくて。マウスか、買おうと思ってなかった。なんか夜は、分かった。昨日下北FMでね、ブーのおにぎりずっと食べたかったんだと思って、即買いました。それでさ、お昼食べてさ、ずっと、なんか、ずっと、こんな。名刺初に感謝。ほとんど編集とかで終わったけど、美味しいこんなアイスを食べれたので、いいクリスマスイブになりました。いえ、うん、私普段ね、カラコンのこの縁がある、縁が黒いやつを買わないんです。目、うん、起きてないから、白目小さいから、あの、あまり大きい目で、うん、一時に飲めやすいんですよ。ケンタッキー行れちゃった。だから、口がやっぱそうか。予約とかもあるもんね。これがないように、みんな予約してるよね。したかったんですけど、今日ピザ食べたかった。明日食べよう、ピザ絶対。あ
私は今日のためにピザをねずっと楽しみにしてたんですよ。で朝さなんかコンビニとかでケーキがずらーって並んでてさ、わーと思って夜絶対食べようとか思ったけど食べなかったんですけど、明日食べようと思います。明日何時かな、土曜日はね時間はまだ分かんないけど、配信しようと思ってるのでぜひ見に来てください。あさっては六本木エンジェルフェスだもんね。みんな今日は寝る前にじゃあハピネスを100回見て寝てください。明日朝起きとか100回見ていっぱい毎日見てください。今からちゃんぽん鍋、なちゃんぽん鍋美味しそう、あったまりそうだね。やっぱなんかハッピネス、アイサのハッピネス、クリスマスといったらあの曲って感じですよ。歌いましたよ。なんかやっぱああいう YouTube とかああいう場所じゃないとさ、他のアーティストさんの歌を歌うっていうのはなかなかできないことだから、だなってすごい改めて感じましたね。そういう面でもそんな機会ないですからね。やっぱいろいろもんなんだろうね、問題が生じちゃったというか、できないアーティストさんとかってなるとめちゃめちゃいいな。見てください、ぜひ。あの時さん、なんかじゃないんだね。え？ずっとある、あずっとあるんだ。全然知らない。ちなみに聞いて、何時ですか今？何時からし？今。でも忘れちゃういつもするのやるので時間が分かったら言いますね。泣きしゃべりです。ありがとうございます。11位オニオンナイトさん、ありがとうございます。9位ヒデさん、ありがとうございます。6位リョッケさん、ありがとうございます。1位ラボーナさん、ありがとうございます。ありがとう、本当に。バイバイ。ありがとうございました。